こんにちは、粟田洋介です。今日もアクリル絵の具で絵を描きます。さっき夕方散歩に行ったんですけど、もうすっかり春ですね。なんか景色もすごく綺麗で、絵を描くインスピレーションになりそうなものや、絵の題材になりそうなものがいっぱいありました。なんか春らしい絵、お花の咲いた絵、そんな絵が描けそうですね。でも今日はそんな絵を描く気分ではありません。別に散歩に行って絵になりそうなものを見たからって、別にそれを描かなくたっていいんです。何か描こうと思うものがあっても、その気分になれない。そんな時ってありませんか？でもそうして何も描かないんだったら、なんか違うものを描いた方がまだいいと思います。で、今日の動画でこの丸いキャンバスに絵を描こうと思ったんですけど、なんかこの楕円形のキャンバスで描きたいなって気が変わったので、今日は楕円形のキャンバスに絵を描きます。で、白黒の絵の具で描こうと思ったんですけど、青、赤、白で描きたいなと思ったので、青、赤、白で描こうと思います。それもまた気が変わるかもしれませんが、とりあえず描いていきます。だけど何を描いていいかわからない？そんな時はただ絵の具で塗ればいいんじゃないかと思います。今の私も何を描いていいんだかわかりません。何が描きたいっていうのはないんですけど、とりあえず絵の具で塗っているうちに、その構成、白と青のバランス、そういうものを取ったり、そしてこのパレットナイフでビーってやると、なんかムラみたいな模様ができたりして、その模様をちょっとどういう風につけようかなって考えたり、筆は筆でまた違う風に描けるし、そういうことをしながら描いていたら、なんとなく形ができてきました。ちょっと抽象画を描くつもりはないんですけど、そこにさらに絵の具を足していくと、もうちょっと形ができてきて、なんかちょっとモチーフを描いてみたい、で、何を描きたいかなとかって思うようになってくるんじゃないかと思います。では、続きを描いていきます。なんか青と赤と白の絵って言ったんですけど、グリーンが入ってきてしまいました。でもまあ好きなように描くっていうことで、そんなものは変わってもいいんです。で、なんか景色みたいな絵になってきてるんですが、そういうわけではないんですが、散歩で見てきた景色を描いてるようで嫌なんですが、そうなったらそうなったでしょうがないなと思います。ではまた描き進めていこうと思います。なんか散歩で見てきた景色とは違うんですけど、なんか春の絵みたいな感じになってきそうな気がします。
で、こういう風な感じで完成させるって流れが見えちゃったんですけど、全然ひねりが足りない気がして、ガラッと全然違う絵に変えようかなと思ったんですけど、別に春らしいシンプルな絵を描いて何が悪いんだって気がしてきて、今思い浮かんだありふれたイメージを描いていこうと思います。はい、ではこういう感じの絵が完成しました。タイトルは月をかじる犬です。今日は犬見なかったと思ったんですけど、散歩している犬今日はたくさん見ました。でも今日は月も猫も見ませんでした。お家で猫は見ましたけどね。なんか散歩を意識したような絵描きたくなかったんですけど、お花とかこういう風景的で、なんか途中でもっとひねった絵が描きたいって思ったんですけど、なんかいつも絵が普通っぽくなってくると、これじゃいけないって思っちゃう癖があって、なんでだか考えてみたら、なんかひねくれてないと個性的じゃないって気がしてるんですよね。でも最近私は自分でそれ間違えてると思ってて、ありふれたアイデアになったとしても、それは自分で考えて描いてるんだから、それも個性なんだと思います。で、もしそれが個性的じゃないんだったら、個性的である必要なんかないんじゃないかって思うんですよね。で、自分で言うのも変なんですけど、私はもともとそんなひねくれた人間じゃないので、私の個性がそんなひねくれてるわけがないと思うんですよね。まあそれは置いといて、まあ何でもいいんですけど、なんかこうしなきゃいけないとかって余計なものを取り除くことによって、イメージってどんどん膨らんでくるし、なんかこうしようってこうしなきゃダメっていう感じで、自分自身にブレーキをかける必要なんかないんじゃないかなと思います。なので、絵なんて好きなように描いたらいいんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、コメント、それからチャンネル登録などいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。